イオンモール秋田にお越しの皆様、誠にありがとうございます。どうぞセントラルコートにご注目ください。これより秋田ノーザンハピネッツの日10周年スペシャルを開催いたします。秋田ノーザンハピネッツは毎年8月2日に秋田ノーザンハピネッツの日と題しましてイベントを行っております。特に今年はチーム創設10年目を迎えます。ありがとうございます。そこで今年はイオンモール秋田様のセントラルコートをお借りいたしまして、秋田ノーザンハピネッツの日10年スペシャルとしてイベントを開催する運びとなりました。私は本日の司会進行を務めます、秋田ノーザンハピネッツアリーナ MC を務めておりますチャーリー・ホイ、ホイズミ・キサトと申します。どうぞお付き合いください。それでは最初にチームの創設10年を振り返りたいと思います。クラブを代表する3人のトークショーを行います。3人のスピーカーは秋田ノーザンハピネッツ株式会社代表取締役社長水野裕樹、秋田ノーザンハピネッツヘッドコーチ前田健三、アカデミーバスケットボールスクールコーチ水町亮介です。皆様拍手でお迎えください。先にご紹介いたします。水野社長はご存知の通り創設者、そして水町さんはチーム創設1年目のキャプテンを務めて8シーズン在籍、チームを支えてくれました。水野社長と水町さんには10年を知る国体として、そしてセンターには今季チームを率いることとなりました前田健三ヘッドコーチ、チーム創設10年目を引っ張るヘッドコーチとしてお話を伺います。どうぞご参加ください。では私も座らせていただきます。秋田ノーザンハピネッツが誕生したのは2010年です。開幕日は10月16日秋田県立体育館において仙台エンティーライナーズとの対戦、当時の観客数は3152人でした。そこで水野社長に、あの時前にまた県立体育館会場を見て、その時はどんな風にお考えでしたか教えてください。はい、そうですね、もう約9年前、ですけども、もうちなみにですね、今日お越しの皆さんの中でこの2010年の10月16日、開幕見に行った。正解は一歩いらっしゃる。思っていますね。ありがとうございます。あ、2階、3階にもありがとうございます。秋田ノーザンハピネッツのスタートがそこからだったんですけども、まずそこまで準備がやっぱそれなりに大変でしたので、まずたくさんのお客さんが、お客様が入っていただいたということが、まあ、とにかく嬉しかった。はい、ほっとしたことで、あと会場の盛り上がり、ノリがですね、我々が考えてたより良かったんですね。はいはい、例えばタオルダンスとか、こういうのも1年目からやるんですけども、我々の以上に皆さん積極的にやってくれてるんで、ああ、したいしたい、本当乗るんだなと。でそれが今のうちの会場にもつながってると思います。そういったのが一番最初の印象ですね。で、買った、実は私自身は
ようやく開幕したけど、当然次の試合がやってくる、はい、でその次の節ですね、その客を集めることが実は不安で不安で、まあ、開幕戦ではチケット売れるんですけども、この次っていうのは当時、おそらく味の記憶では、いやこのままだと1000人入らないんじゃないかと、そういうような、そんな雰囲気がありましたね。確かに、はい、不安があったので、まあ、そこが1年目の、当時の記憶ですね。なるほど。では水橋さんに伺いたいんですが、はい、水橋さんは当時エクスパンションドラフトにその制度を使って、はい、新潟アルビレックス DB から秋田に移籍していらっしゃいました。1年目のシーズン、特にこの思い出がありますっていうのはあったら。いやー、やっぱりあんま勝ててなかったんでそれは申し訳ないっていうのと、はい、まあ、中でもやっぱ社長おっしゃったみたいに、秋田はバスケを見に来てくれるんだ、見る文化があるんだっていうのをすごく感じて、はい、バスケ王国って言われてるのがすごく理解できた、肌で感じたことができましたね。なるほど、はい、それとあとはやっぱりあの1年目って最後まであの震災が起きたので、それは強く印象に残ってますね。でその中で改めて自分たちの存在意義って何だろうかなって、すごい自問自答したのを記憶しています。はい、確かに震災も経験しましたしね、そんな水橋さんのお話を受けてというわけではないんですが、前田ヘッドコーチは我々秋田ローザンハピネッツが創設した時には高松ファイバーローズでアシスタントコーチを務めていらっしゃったと思うんですが、秋田の1年目を覚えていらっしゃいますか。はい、覚えてます。その時、ちょうど高松が秋田にはい、試合をしたのを覚えています。でその前年の年に、高松で庄司さんがプレーしていたので、はい、あの庄司さんがいるっていうのと、あと、まあ、長谷川さんはやっぱり有名人で僕の中でも有名人だったので、あ、長谷川さんがいるっていうこと、あのそういう印象でした。で寒いなっていう印象でした。寒いな、寒いなと思いました。体育館が、僕が不勉強ですいません。その時ってどちらが勝ったんですか。その時は1試合目が僕たちが勝ちました、はい、6人ぐらいしか確かいなくてなるほど、どうすんのってちょっと思い出しました、はいはいはい、すごくあの僕たちが高松が大変な状況だったので、はいはい、あの、はい、そっちの印象が大きいです。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、今前田健三ヘッドコーチの話を伺いましたけれども、秋田ローザンハピネッツには、歴代ヘッドコーチを務めてくださった方がいらっしゃいました。ロバート・ピアスヘッドコーチ、中村和夫ヘッドコーチ、そして長谷川琴ヘッドコーチ、そしてつい、先シーズンまではペップがいらっしゃいましたけれども、水増さん、はい、この歴代のヘッドコーチを振り返って、辛かったこと、苦しかったこと、楽しかったこと全部いいです。あ、全部いいですか、はい、SNS 流さないでくださいよ、特にあのカズさんの部分はやめてくださいよ、はい、あのまずロバート・ピアスヘッドコーチは、まあ、1年間しか一緒にやってないんですけども、本当になんだろう、優しい人、あんまりその後のお三方があまりにも強烈な個性なので、はい、ちょっとまあ個性はあったんですけども、そこまで際立つものが奥さん方に比べたら優しい感じです、ね、優しいです。あんまり怒る感じも、まあ、この試合中はちょっとありましたけど、はい、練習中からすごい感情を出す感じではなかったですね、はい、僕もあのロバート・ピアスヘッドコーチが、はい、練習を再開するときに必ず「ヒアウェイゴー」って言ってたので、はい、それを真似してゲームで持ってます、はい、すいません、いなくなりましたで次はあの中村和夫さんですね、はい、まあ端的には本当トップダウンですね。トップダウンで、もう上からこう指示出して、それで一気にチームがまとまったり物事がこう進むっていうことで、まあ、たまにあの白いものを黒だよなって言われたらはいっていう時もあったんですけども、その
こは、まあはい、まあまあ仕方ない。ただあの仕方ない。バスケに対する情熱がすごくあって、はい、前からの遠征中の移動の、バスの車内の一番前であのモードを握りしめてし、次の作戦考えたり、我々どうするかというのを常に考えてたので、すごいその情熱はもう目の前で見てました。はい、移動中も気を抜けなかったとも言います。なるほど。とも言えます。はい。では長谷川のことを言ってほしい。長谷川さんもまたあの数は中村さんの本当正反対のトップダウンではなくてボトムアップということで、ボトムアップ、もう底上げしていった。はい、選手がやりやすいようにするために意見を汲み取っていってこうチームを作っていくということで、はいはい、すごいあの選手一人一人にいろいろ気を使っていただいてっていうそういう記憶があります。はい、ペップヘッドコーチは、ペップヘッドコーチはまたトップダウン、ボトムアップ、またトップダウンみたいな、わからないわからないですからあ、まあ、具体例に言いますと、まあ、アウェーの食事は鶏肉しか食うなよっていう、それはあの意図があってなんですけども、はい、選手の体調がいや、やっぱ鶏は低で、高タンパク低脂肪なので体にもいいということで、筋肉にもいいということで、そういうことでアウェーの時は、それしかメニューにはないという、練習の話ではなくて食事の話がいえ、その辺からしっかりあのトップからこう指示を出してチームをまとめるという形で、はい、ただ練習中、まあ、練習はすごい凝縮して時間も、すごくあの何時始めるよって言ったらそれできっかり始まって何時終わるかそれをしっかり守る感じでやってましたね。はい、練習時間もきちっとこう決められていた時間だったから、はい、三橋さんが今この歴代のヘッドコーチの話をされましたが、水野社長から前田ヘッドコーチに対して今季これをお願いしたいと期待するところ、そういったものがありましたらお話を。そうですね、今の水橋さんの流れだとトップダウンの好きなんで、はい、ボトムアップになるってことですかねそれ、ですか、ね、流れはそうです、まあ、ちょっと冗談は置いといてですね、とにかくまず秋田ノーザンネッツのクラブとしてはやっぱり激しいディフェンスの、これは継続していく、これがクラブとしての意思であり、マイライトコーチもそれを違いなく遂行していくっていう、でそれが今の揃っている、まあ、この後出てきてくれますけども、今回契約している選手たちもそれをしっかりとやりきる意思がある選手たちだと思います。なので、まずそこの部分というのはさらに昨シーズン以上にレベルアップするものを前田コーチは築き上げてくれるというのも期待してますし、またオフェンス面ではやはり新たなオフェンススタイル、昨シーズンとはまた違ったそういった引き出しを出してくれるんじゃないかなと、そういう期待を持っています。さあ、前田コーチ、こうしたお話を受けてもうすでにチームの練習はスタートしておりますけれども、いかがでしょう。はい、そうしますはい、まあ、もうペップの元でやる中で、僕がこの仕事を受けるっていうこともそういうことだと、まあ、そういう話で始まっているので、はい、はい、そうします今具体的に取り組んでてこれを今強化している、あるいは今、これを集中的にやってるっていうものがあったら教えていただきたいんですか。まあ、昨日外国人選手も入って練習が始まってまだ1回しかしてないので、はい、昨日はディフェンスの練習しかしてないんですけど、はい、本当 これからです、ね、これからも作っていくっていう状況になります。なるほど、皆様こうご期待ということで、前田ヘッドコーチに今一度大きな拍手を送ってください。ありがとうございます。ちょっとネガティブな話をしたいと思います。この10年を振り返って一番つらかったというお話を水増さんお願いします。これがつらかった、カズさんに怒鳴られたとか、なんでこの年になってこんな怒鳴られなきゃいけないんだよこれ流さないでくださいよもうつらかったです。はい、もうつらかったですね。ですがやっぱり降格した時で、なおかつその時私怪我してて、あまり貢献もできずに、なおかつチームも降格したっていうのはすごく
辛い時期ではありましたね。なるほど、はいはい、それが10年振り返ってまだ細々したあのカズさんのエピソードありますけども、はい、一番辛かったのはその合格ですかね、はい、一番辛かったのは合格だけれども一番最初に言葉に出てきたのはカズさん。いやだってなんか皆さん欲してますみたいな感じ。多分カズさんの話好きなんじゃないかなと思って。なるほど、はい、まだあるのでもしあの知りたい方はどっかのテレビ局にお願いしてください。そこでやりましょう。では水野さんはこの10年を振り返ってきつかったなっていうのをじゃあ一つじゃなくて三つ挙げてもらいましょうか。これきつかった。きつかったな。そうですね。まあもういろいろあるんですけど、はい、まあ基本的には嫌なこと全部忘れるようにしてるんであんま覚えてないんですけど、ただ今と環境は間違いなく違うよなと思うのは1年目ですよね、はい、でそれは例えばもう今じゃ考えられないんですけども、まあ、当時はJリーグというリーグに所属していて、コートっていうのを試合会場を引いてたんですね。でそれの撤収作業、これ、選手が試合終わった後に準備の後手伝ったことがあります、撤収作業を一緒にやってくれる。ありましたね、そういうようなこともあったり、1年目は本当、まあ、1年目とかもしばらくですけども何年間かはですね、かなりバス移動が多かったので、バス、例えば当時浜松まで13時間ぐらいですよね、バス乗って、行って試合して、帰ってきて、とかで2年目以降もあの中村ヘッドコーチの時もバス移動で、まあ、私も当時はアメ行って一緒にバス乗ってくる帰るとかで中村ヘッドコーチも一緒に帰ると思いますし、で選手たちが、乗っていくとゆっくりたまに、用があって、バスに乗らない時があるんですね。その時は多分選手たちは、はい、どんな状況だろう、みんな満面の笑みでバスをバス生活を楽しんでました。冗談ですけど、本当そういう何ですかね、1年目から3年目ぐらいまで本当に作り上げていく環境だったので、そういった苦労っていうのは、まあ、本当ビラ巻き、選手が駅前でビラ巻き、お客さん、たくさん入ってもらうために、手伝ってもらったりとか、まあ、そういうようなことも経てのこのやっぱ10年目っていうところは今回京都を迎えて改めて特にやっぱり1年目は金銭的な不安がたくさんあったということでよろしいでしょうか。そうですね、もう先ほど水原さん出しましたけど震災があったので、あれは本当に一時リーグが中断したんですね、はい、でこれは、まあ、会社側にとってはクラブする側にとってはどうしよう、実はで、まあ、その中なんとか再開してけど、当時は仙台と埼玉と東京の地区が雪になってしまって、リーグを成立させていくために急遽僕らはもう対戦しないはずだった当時は浜松東三河フェニックスの試合を、当時はもう中村ヘッドコーチが指揮取ってて圧倒的にチームでしたね。また行くのかと、しかも先ほど浜松はバスで負けに行くのかみたいな、そうしたら勝ったんですよ、1試合。それはすごい覚えてるんですよね。なるほど。はい、まあ、そんなことも、本当いろいろと1年目としては思い出すなというところです。1年目からこの10年を振り返ると、皆さんそれぞれ、当然ブースターの皆様にも、たくさんの思い出、いいことも、辛かったことも、まあ、ゲームとは関係なく、個人のプライベートの話もたくさん歴史があることだと思います、ここででも我々は前に進んでいかなければなりません。秋田ノーザンハピネス節目の10年を迎えて次の新しいビジョン、こちらを皆様に水野勇気より発表させていただきたいと思います。それでは、スクリーンを皆様どうぞご注目ください。まあ、ビジョンというかですね、10年ビジョン
10個何かやっぱ記念ことをやっていきたいなということのご紹介です。この後10周年ロゴは発表をします。この後また発表するのが10周年の特別ユニフォーム、かなりインパクトあると思います。3つ目は開幕戦10月5日、ちょっと相当気合い入れてやりたいなと思ってますので、ぜひ楽しみに、してください。で、まあ、10年の間に下げたいろんな歴史ありますので、まあ、本当それこそここでは話せるんですけども、有明で、悔しい準優勝の時とかですね、まあ、そういろんなことがこの9シーズンありました。その歩みの展示をやりたいと思っています。5つ目、これがですね、ピンククラウンという車があるんですね。すごい強烈な車です。これちょっと手に入れましたので、当時ブースターの皆様から、はい、水野社長持ってくれと言われてましたね。いや、送られてないと思うんですけど、でもその本物を導入されるということでいいですか。ということで近々お披露目の場を作りたいと思いますので、楽しみにしてもらえればと思います。はい。6つ目はですね、新マスコット、これもまだ言えないですけど、楽しみに、マルヒですけど、ちょっと質問しますが、はい、ビッキーが退任されるってわけじゃないですよね。ビッキーあんまり仕事してないから。いや、冗談です。ビッキーときっとビッキーですね。はい、なるほど。はい。あとですね、これも近々しっかりと発表していきたいと思います。が、秋田ノーザンビネットとしてクラフトビールを、はい、ちょっと仕掛けようと思います。ですので、それも後日概要を発表しますので、ちゃんと楽しみにしてもらえればなと思います。今ラグビーのワールドカップを記念して、はい、専用のクラフトビールも出てきましたから、となると秋田ノーザンハピネッツのクラフトビールが登場するとアリーナでももちろん販売してくださる。そう、予定です。ということですね。はい。で、あとはですね、あと3つ、これはまた後日のお楽しみということで、しっかり10個ですね、皆さんがワクワクするような企画をいきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしてもらえればと思います。なるほど。残りの3つは後日の発表ということなので、皆様期待を大きく大きく膨らませていただきたいと思います。少しだけ5分ほどですが時間を作りました。ここで水野社長、前田健人ヘッドコーチ、そして水町さんにこの話を聞いてみたいという方がいらっしゃれば、早く手を挙げた人3名くらいに質疑応答の時間を差し上げたいと思います。どうぞ。はい、はい。マジで、あ、いらっしゃる。前田さんには特に聞きたい方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。大丈夫ですか。そうですか、ありがとうございます。うちの会社のこんなに支配じゃないはずなんですけどね、秋田のブースターの皆さんはノリがいいはずなんですけどね。あ、じゃあちょっとお一人くらい、手を挙げていただいてお話聞いてみてください。僕、目を合った人のところに行ってもいいですか。まさかと思いますけど、こんにちは。ぜひともお話を一言お願いします。聞いてみたいこと、前田ヘッドコーチでも水町さんでも水野社長も結構です。こんにちは、田中と言います。社長に、せっかく10周年記念というイベントを催するということで、あと3つありますけども、10年続けて会員になっている方が、いるはずなんですけども、その人たちに何かポイントというか、お考えいただければなというお願いがあります。よろしくお願いします。とても具体的な話ですけど、はい、道の先生いかがですか。そうですね、やっぱり10年の中で本当にいろん
重なご意見ありがとうございます。ありがとうございます。トランプさん、ありがとうございました。ちなみにですけど、10年間ずっとクラブハピネスに入会されていたという方、手を挙げてください。10年間ずっと割と、あ、でも半分くらいですね。大変失礼いたしました。まあでも、この後の10年目を迎えた、さらに進んでいく秋田ノーサンハピネッツを応援していただきたいと思います。お三方ご起立をお願いいたします。改めてご紹介いたします。秋田ノーサンハピネッツ株式会社代表取締役水野祐樹、そして秋田ノーサンハピネッツ副コーチ前田健人、明るくスタートのスクールコーチ水町亮介、お三方のご視聴でした。どうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。それではこの後はチーム創設10年を記念しました10周年のロゴを発表いたします。今しばらくお待ちください。それではチーム創設10年を記念しました10周年ロゴを発表いたします。皆様、私の後方のスクリーンをご覧ください。さあ、ご覧いただいております、秋田ノーサンハピネッツ10周年記念ロゴは、今後グッズや試合会場など10年の感謝と誇り、さらなる未来への飛躍を誓い、さまざまな場面で使っていく予定です。このロゴを目にされましたら、どうぞ秋田ノーサンハピネッツのさらなるご支援をお願い申し上げます。そして秋田ノーサンハピネッツ10周年スペシャル、本日は選手も駆けつけております。選手の皆様、どうぞステージにお会いください。さあ、選手が今ステージに到着いたしました。本日安岡選手は 3×3 の試合のため欠席となります。揃いました選手に皆様大きな拍手をお送りください。では続いて、選手が揃ったところで10年目のシーズンスローガンを発表いたします。スクリーンにご注目ください。インテンシティとは、感情や競争における激しさや強度、また集中力のある強烈な熱心なという意味を表します。昨シーズン、チームの中で常に共有されていた言葉、激しいディフェンスから全てが始まる秋田のバスケットスタイルには欠かせないキーワードです。これまでのスタイルを踏襲し、さらに進化していく今季のチームは、一段とインテンシティを上げていくことを目指します。ただし、我々秋田ノーサンハピネッツが目指すインテンシティは、チームのバスケットスタイルだけではありません。秋田ブースターの熱量、思い、声援、
チームがプレーの強度を追い求めると同時に、秋田の強度をブースターとともにみんなで作っていきたい、そう思います。10年前、秋田コーザーハピネッツの始まりは、秋田を元気にしたい、この一つの思いでした。インテンシティの10を数字の10としたのは、チーム創設の節目となる10年目を迎えた今シーズンを、これまで以上に秋田一丸となり、秋田を盛り上げていきたいという思いを常に持ち続けるシーズンにしたいからです。よくご覧ください。シーズンスローガン、インテンシティ4秋田。秋田ローザンハピネス、独自のインテンシティを熱い思いでさらに深めていく、そんな思いを込めています。今シーズン、インテンシティ4秋田をチームスローガンとして、秋田一丸となり、チームを後押ししてください。それでは、チーム創設10年目、2019-20 シーズンのキャプテンを発表いたします。今シーズンのキャプテンは、在籍4年目となる白浜亮介選手です。それでは、中央にお進みいただきまして、白浜亮介選手、白浜亮介キャプテン、ブースターの皆様にご挨拶をお願いします。こんにちは。今シーズンキャプテンをやります、背番号9番の白浜亮介と申します。正直不安はたくさんあります。ミニバス以来 のキャプテンということでキャプテンシーとかリーダーシップとか、まあ、そういうのは無縁として生きてきた人間なので、すごく不安はあるんですけども、本当に皆さんに支えてもらいながら、自分なりのキャプテンを務めていきたいと思います。こうやってチャンピオンシップを目指して、チーム一丸となって頑張ってるチームのキャプテンをやるっていうのは、なかなか誰にでもできることではないと思うので、まあ、そのことに感謝しながら、やるからには、今年1年自分自身も成長したいと思いますし、チームを創立10周年ということで、しっかりと結果を残して最高の1年にしたいなと思ってますので、今シーズン温かくご愛顧よろしくお願いします。ありがとうございました。リスマスキャプテン、別に戻りください。あ、失礼しました、失礼しました、ごめんなさい、白浜選手の対決、失礼しました。つい今私変なことを言ってしまいました。 SNS に上げないでください。秋田ローザンハピネッツ、今シーズン新加入の選手もたくさんいらっしゃいます。全選手より自己紹介をしていただきたいと思います。それでは、こちら選手からお願いします。こんにちは。今シーズンから移籍してきました、背番号6番、細山雅史です。よろしくお願いします。自分の性格を一言で表すと、マイペースです。よろしくお願いします。こんにちは。秋田ローザンハピネッツ7番の野本健吾です。今年でシーズン目になります、よろしくお願いします。自分の性格を、一言で表すと、マイペースって言おうとしたんですけど、山田正史さんに取られちゃったんで、自分の、直感で物事を動くタイプ、まあ、マイペースと一緒なんですけど、はい、マイペースです。よろしくお願いします。こんにちは。セバコケマン、今年キャプテンになりました白浜亮介です。自分の性格を一言で表しますと自分の性格を一言で表しますと、マイペースと言おうとしたんですけども、私さんと健吾に取られちゃいましたので、それ以外何もないのですいません、マイペースでよろしくお願いします。ありがとうございます。
センターでお話しいただきましょうか。こんにちは、今シーズン新加入しました今川智則です。背番号11番です。よろしくお願いします。僕の性格を一言で表すと破天荒です。よろしくお願いします。こんにちは、渋谷から来ました伊藤です。よろしくお願いします。自分今日のことを表すと、マイペースでちょっと被ったんですけど、まあ、俺もすごいマイペースでいろんなところに行って、まあ、一人でいろんなところに行けるので、まあ何だろう、自己中心です。もしかしたら、はい、よろしくお願いします。こんにちは、今シーズンも秋田でプレーします。背番号17番の中井拓也です。自分の性格を一言で表すと多分負けず嫌いです。今シーズンもよろしくお願いします。皆さんこんにちは、秋田ノーザンアピエンツ21番長谷川昇です。自分の性格を一言で表すと不吉祥ですかね。あまりかっこいいことばっかりできないんですけど、自分のできることを精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ウィリアムスリーカです。28番です。今年は結果選手になりました。そしてすごく優しいので
今シーズンに戦う選手たちより背番号、名前、そして自分を一言で表すとどんな人物なのか発表していただきました。ではこれより10年目の新ユニフォームを発表いたします。チーム創設10周年記念のホームユニフォームとアウェーユニフォームを作成しました。スクリーンをご覧ください。このホームとアウェーの新ユニフォーム、2人の選手がこのユニフォームを着て登場します。細谷正史選手、白浜亮介キャプテン、どうぞ。そうですね、はい、あと2人で腕を組んでほしいとか、両腕をまず胸の前で腕を組んでみましょう。そうですね、はい、古川選手が踊れと思ってますけど、OK です、分かりました。何かさまざまな他にもポージングがありましたら、ご要望があったらぜひお願いします。さあ、よろしいでしょうか。あ、肩を組む。背中。では、今度、背中を見せてください。互いに斜め45度というのが多分いいと思いますよ。はい。左を前にして45度くらいとか。はい。そうですね。斜め45度の姿で、はい。バック側と、フロントに戻ってから、はい、じゃあ今度フロント戻りましょう。前を向いて45度で立ってください。前側向いてください。はい、よろしいでしょうか。ちょっと斜めにお二人それぞれ右足を前に、あ、そうですね、はい、後ろ手に組んでいただくバージョンでいきましょうか、お二人とも。はい、よろしいでしょうか。それでは新しいユニフォームのお披露目となりました。2人の選手に大きな拍手をお送りください。それでは新ユニフォームのコンセプトをご説明差し上げたいと思います。皆さん、お二人と選手の姿を見ながらお聞きください。明日ノーザンハピネッツの象徴とも言うべきピンクは、ひときわ目を引く蛍光色を採用。秋田を照らし輝かしい未来へと導く光をイメージしました。肩と両サイドの連続する模様は、秋田伝統の竿燈祭りで立ち上がる前の竿燈をモチーフとして表現。祭りの始まりに胸が高まるような期待感を表しています。その上にはクラブにとってなくてはならない大切な3つの色、ハピネッツピンクはハッピーとワクワク。お二人の選手、ちょっと横を見せてもらっていいですか。横を向いてください。向こう側向いてもらっていいですか。はい、そうです。はい、両サイドをご覧いただいていると思いますけれども、はい、ハピネッツピンクはハッピーとワクワク、イナモゴールドは格式、ノーザンブラックは力強さを表すという企業ロゴに込めた思いを乗せ、チームフロント一丸となって戦う意思を示しています。チーム創設から10年の節目にあたる2019-20シーズン、立ち上げからここまでの道のりを共に歩んでくださいました皆様へ感謝と敬意を忘れることなく、さらなるチャレンジを続けてまいります。この先永続するオラオのチームとなっていくために、本個人の精神を持って2019-20シーズンを戦ってまいります。それでは着用した感想をお二人からそれぞれお話しいただきたいと思います。ではキャプテンから感想です。はい、本当に、昨シーズンよりも傾向が効いてて、
よりピンクが強調されてて、デザインも僕的には去年よりかっこいいなと思って好きなデザインです。で、一つ欠点を言うとすれば、あの乳首めちゃくちゃ透けるのでそれは考えたいと思います。以上です。ありがとうございます。それでは細谷選手、そうですね、すごく着てて軽くて、はいはい、すごく着やすいイメージというか動きやすそうですね。なるほど、はい、まあ、早く試合がしたいです。あ、早く試合がしたくなる、そんなテンション上がってくるウェアと、あとは白浜選手見て早くピンクに着てみたいなと思いました。なるほど、ありがとうございます。両選手にどうぞ今一度大きな拍手をお送りください。それではお二人はどうぞお席にお座りください。それでは秋田ノーザンハピネッツの日10周年スペシャル結びに、秋田ノーザンハピネッツ代表取締役社長水野勇樹より挨拶を申し上げます。選手の皆さんどうぞご起立ください。本日は秋田ノーザンハピネッツ10周年のスペシャルイベントに本当に多くの皆様に平日にかかわらずですね、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。我々の方で、勝手にですけども本日が8月2日が秋田ノーザンハピネッツハピネッツの日と定めております。今日がクラブにとってチームにとって10年目の節目のシーズンのスタートでもあるというふうに思っております。その中今日選手全員、安岡選手の方が 3×3 の活動で、おりませんが、今シーズン戦う選手全員で、皆様に、お披露目をしたいということで今回、このような場を設けました。いよいよ10月5日から秋田ノーザンハピネッツ10年目シーズンスタートします。本当に勝負のシーズンだというふうに思っております。ぜひですね、多くの皆様に10月5日開幕戦来ていただいて、この後チームはしっかり練習をしてチームとして戦える予想し、初戦の大阪イベスタ戦しっかりと勝てるようですね、チーム作りを進めてまいりますので、ぜひ試合会場にお越しいただければなというふうに思っています。最後になりますが、10年目シーズンこのような形で本当に多くの皆様に、お集まりいただきながらこのような機会を設けることができたのもですね、本当に今まで1年1年ですね、ずっと2010年の1年目からブースターの皆様、我々を応援していただいているパートナー企業の皆様、そしてボランティアスタッフの皆様、それで行政関係各位の皆様のご支援ご協力により我々こういった10年目を迎えることができております。我々これが当たり前だというふうには思ってません。ただこういった状態をこの先も20年30年そして50年100年とこの秋田で永続するクラブというものをこれからもしっかりと目指しながら我々日々活動をしてまいりたいというふうに思っております。ぜひこの秋田ノーザンハピネッツまだようやく10年だというふうに思っています。これから永続するクラブ、そして秋田の皆さんにとってかけがえのない存在のクラブになれるよう邁進してまいりますので、これからも応援の方よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。水野社長に挨拶を申し上げました。水野社長が伝えた通り10年目のシーズンが間もなく開幕いたします。10月5日土曜、6日日曜、2019-20シーズン CNA アリーナ秋田市立体育館にて開幕です。詳細は秋田ノーザンハピネッツ公式ウェブサイトをどうぞご覧ください。皆様のご来場心よりお待ちしております。それでは以上をもちまして
秋田ローザンハピネッツの日10周年スペシャルを終了とさせていただきます。誠にありがとうございました。なおこの後最後に選手と一緒に記念撮影ができます。お子様のみご参加いただけます。中学生以下の子どもたちは前に出てきてください。親御さんたちはお子さんと選手、一緒の写真をどうぞ撮ってあげてくださいますようお願い申し上げます。あ、もう子どもたち出てきました。はい、選手のアテンドをお願いいたします。それでは結びをしたいと思いますが、白のキャプテン、すいません、そのままでゴーハピネッツ叫んで最後のシャッターチャンスにしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。じゃあキャプテンの声に合わせて手を挙げますよ。ゴーハピネッツというふうに平野キャプテンの声に合わせてシャッターチャンスお願いします。手を挙げてくださいね。